わかった。やってこ。はい、ということで、シェル。シーだよーということで、まあ、ちょっと前からですね、もっとチェレ君の声聞きたいとか、イケボの方が好きとかってね、言っていただけることが、まあ、ちょこまかあったので、今日はですね、もう、チェレ君メインの動画をやろうかなと思いました。で、こんな募集をツイッターの方でしました。まあ、ちょっと、呼ばれたい人呼んでっていうことで、今日は、みんなの名前を呼んでいこうと思います。はい。ということで、みんなちゃんと最後まで見てるんだぞ。きっと君の名前もあるはずだから。ということで、最後までぜひ、ご覧ください。ただいまー。しょ。あれ？なんだ。美咲も帰ってたのか。ただいま。待った。ここは本当に寂しがり屋だからな。ちょっと動画の編集するから、ジュンちゃん待っててね。うん。いやー、結構さ、溜まっててさ。なんだよ、夏木。くすぐったいじゃん。うん、待てないのか？んじゃあ、一緒にイチャイチャしよっか。先にイチャイチャして、くすぐったいことしてあげよっか。あや、本当はそういうの好きだもんね。何？好きじゃないって。本当に？でもなんか、喜んでるように見えるけど。さてと、ヒラ、ここの部分どう思う？この部分もっと近づけた方がいいかなって思うんだけど、どうかな。近すぎか。わかった。よし、じゃあここはこういう風にして。あ、そうだ、吹雪もお疲れ様。今日は学校どうだった？そっかそっか。なんか、スイマらしいって言えば、スイマらしいね。マリは、来週からだっけ？テスト、頑張ってね。俺も一緒にお勉強するからさ。一緒に頑張ろう。まあでも、俺より全然あるの方が頭いいから、教えられることないかも。さつきの苦手な科目って何だったっけ？ああ、数学か。俺も得意じゃないな、それ。ちょっと見せてみて。どれどれ。この方程式がこうで、ダメだ。わかんない。俺も頭良くなりたかったわ。せつな、逆に得意な科目は？英語？へえ、すごいな。もう英語とか全然喋れない。ねえねえ、俺に英語で大好きだよって言ってみてよ。聞こえない。そりゃそうなるか。ありがとう。じゃあ、パピ君明日もね、学校もあると思うから、頑張ってね。応援してるから。あ、ずるいぞ。二人で、何イチャイチャしてるの？みっちゃん、ちゃんとこっち見て、僕のこともほっとかないで。ふーちゃんはいつもそうやって、僕のこと無視するんだから。ねえねえ、ほっとかないでよ。俺、うーちゃんが構ってくれないと、死んじゃう。ねえ、いのっち、
聞いてるの？もう、どっちの方が好きなんだよ。ということで、いかがだったでしょうか。まあ、もしチェル君と同棲したらみたいな感じですね。でね、ちょっとまあ名前呼びきれてない人たちがいるので、名前呼んでいきたいと思います。ウニちゃん、タピ、ミキ、テル、ユイ、ルーちゃん、MK、モコ、コト、アル、ユキヒコ、マユ、モモ、ノラくん、アオイ、セリナ、メバナくん、リズ、ユキ、シンダ、マコナ、レイコ、ヒナタ、テキくん。ということで、皆さん、募集ありがとうございました。まあ、ちょっと思ったより多かったんで、前半の方でね、名前呼んでるのが、おしまとかね、おしなつけてくれてる人たちになっちゃってますが、まあ、その辺はね、勘認だということで、よろしくお願いします。はい、ということで、今日は、チェル君の動画でした。また、何かの機会があったら、やっていこうと思います。ということで、またな。